えー、こんにちは、です。それでは今日もお金の勉強をしていきましょう、えー、ずっとねお金の増やし方お金の勉強をするにあたって貯めるっていうことをずっと今までねやってきましたでもう一回これのね最後に、まあ、まとめというかねおさらいをしたいなと思ってます、えー、大体の、まあ、サラリーマンの方だったら、えー、今こういう状態の人が多いと思いますねこのずっと貯めるというのはどこをやってきたかっていうとここの水の貯め方ですね ここここのののの資産の泉をを貯貯めめると、ここの貯め方のと方ろをやってきたんです。今通常あまりこう意識せずにね生きてるとここの泉から勝手にどんどん浪費の方にお金が出ていってしまってる状態なんだとまずここを食い止めようってうことですねここをせき止めるってことを、まあ、ずっとねこれがあの誰にでも当てはまるだろうし誰にでもすぐできるってことでね収入の山を増やしたりとか、えー、できれば一番いいんですけどねなかなかいきなりは難しいんでできるところからやろうっていう。 でまあ、今後の理想的なお金の流れなんですけどね収入源の山をたくさん作ってね浪費をせき止めて、まあ、消費とかね、まあ、投資にできるだけ投資の方に流して新たな収入源を作っていくっていうね、まあ、これの一つ一つの図にまあ意味があるんで、えー、一つ一つやっていきたいんですけどそれの貯めるということについての、えー、まとめですね、えー、人生で高い買い物ザーッといきます人生で一番高い買い物ね 家と保険と車、この3つどもね、全部やると結構お金足りなくなりますよと。賃貸とか中古っていうのもね、検討しましょうって車っていうのも、まあ、十分かどうかは心の価値っていうのは置いておいて、えー、お金の意味で言うと、えー、損してるんだよと、ね。保険っていうのもたくさん必要な保険ってあるように思うかもしれないけれども、かけ捨ての生命保険とかね、自動車保険、火災保険、えー、最低限だけで十分ですと、ね。積み立ての生命保険とか全部いりませんっていう話でしたね、学者保険とかね。 それから価格と価値ね。この違いっていうのを意識しよう。もののね、価格と価値っていうのは違うんだよと。価格っていうのは購入するときに自分が払う、ただの値札のことだよと。ね、価値っていうのはあの複数ね、いろんな要因があるよと。人によってもちろん違う、違うんですけどね。精神的な部分とかね、あの安心感とか満足感とかもあるし、この売るときのね、売却のときの 価格ってかあの価値ですね金額っていうのも意味もあるし人によってこれは違うとでもあのちゃんとこのどの部分の価値があるのか自分にとってこのものを買う時にどこの部分の価値があるのかっていうのをちゃんと見極めて買おうねっていうことですねあの資産をね買ってるつもりがね負債を買ってるようにならないようにっていうことですねそれから固定費を下げるっていうことは給料を上げるより効率がいいんだよとそういうことが多いんだよと 普通は給料を上げるっていうのは難しい、ね。やっぱりそうすぐに上がらない。でも、あの給料を上げるより固定費を下げることの方が、えー、簡単であることが多いよと。で、効率がいいっていうのは、給料で1万円上げるこ、えー。固定費を1万円下げるってことは、給料を1万円上げたことと一緒ではないんだと。ね、税金を、給料は引かれるので、手取り1万円なんだと。手取り1万円を とと思うと、まあ、人にもよりますけど1万3000円ぐらい給料を上げないといけないですよね。だから固定費を下げる方が効率いいんだよと。まずは止血からってことですね。ジャブジャブ水が流れ出てる状態なのに、一生懸命あの水だけたくさん入れてもたまらないですよとで。固定費下げるっていうのはね、やっぱり精神安定剤にもなるんですよ。あのたくさんコストがかかってるとやっぱり苦しいんで、ね、もっと稼がないとってね。ただしあの、極端に生活の質を落とす節約は長続きしないんですよと。なんで、 いろんな固定義を見直して実際ねずっといろんなやってきて賛否両論というかいろんな意見はあると思うんですけどもしも、えー、ずっとやってきたことね実践してくれたらどうなったかってねあの見比べてみたい改善前だにこの図見せたと思うんですけど、まあ、手取り25万の家庭のね平均的な支出っていうのをまあ,あの出したんですけどいろんなねざーっと普通に普通の生活と言われる普通の水準と言われる生活をしていてても合計3 4 0万使うんだと。 だからお金がどこの家も足りない。だからあの奥さんもパートにできたりとか行ったりとかね、いろんなじゃあここの交際費を削ろうとかねあの、いろんなことを多分どこかをすごく我慢している人が多いと、もしくは独身時代とかの貯金を少しずつ使っている人とかね、まあ、いろいろいると思うんですけど、えー、改善してくれたと、ね。そうすると家は買わずに賃貸だと。まあ、家賃、これは金利分のとこですけど。 保険っていうのがね、これだけ差額が出るんだよと、ちょっと上と下であの見比べるの難しいかもしれないんですけどねあの、保険1つとかね、車っていうのも、車も持たないと、交通費変えたのは車を手放したとかね、あのもしくは中古の車にしたとか、まあ、それだったらもう少しかかりますけど、えー、携,帯携帯代をね、格安支ムに変えたとか、それだけだいぶ変わりますよと。でもね、交通費とかはまあもちろんね、 え車が田舎で手放せない人とかいると思うんで、まあ、それはそれで構いませんよと、それは必要に応じて各自で判断したらいいと思いますでもまあ、田舎だったらその分家賃が低かったりとかね、まあ、あの生活費が安かったりとか、そういうとこもあるんで、トータルでプラスマイナスゼロになってくるかなと思うんですけど、まあ,あ、のその辺は各自の,あの考えでね、やってもらったらいいと思います。それで、ここをもしも仮に買わざんようですけど、全部見直せたと言、ね、うだけで、 えー、支出が30万から40万使ってたのが合計25万になったよとかなり下がるんですよ給料にしたらあの7万から10万固定費削減できたっていうことはね仮に10万円の固定費削減っていうのは13万給料上がったのと同じなんですよだからそのぐらい固定費削減っていうのは効果があるんだよと各自まああとはねこの辺とかは、まあ、各自がもうこの辺は別にそんなに無理なく我慢できるかなっていうねこういうのをやりだすと本当に意識が変わってくるんであの無理なく やめてていいいいけるんじゃないかななかかと、まあ、その辺は各自が判断してもらえたらたいい今後も定期的に見直すと、ね。今日必要だったものでも1年後不要になってるものとかね、あると思うんで定期的に、あのこれは僕もやってるんで定期的に見直しをしてください。ね、お金を生むっていうのはお金を生むのは結局お金なんですよ。今後あの別の回でやっていきますけど、えー、お金が全てではないんですけどやっぱ消費に使うにせよ投資に使うにせよ お金が原資っていうのはやっぱ変わりはないんですよね。だからまずはある程度貯めることが大事だと。ね、心の豊かさに使うにせよ、あのー、投資に回すにせよね。何にしてもやっぱりお金はある程度必要だと、えー。最低限貯めたら医療保険ね。お金がいざという時の本当に最低限のその療養費というかね、そういうのを払うお金とかもないからどうしても入らないといけないとかね。どうしても今 車壊れたらもう修理費も払えないっていうから車両保険も入らないといけないんだと。だからそれより最低限ちゃんと貯めましょうと。そうすると余分な金利も払わなくて済む。ね、車もあの一緒ですよね。車もカーローンじゃなくても済むと。カーローン金利高いんでねで。気持ちに余裕もできると。いつでも買えるってなったらね。あんとか、何かあった時も別に安心ってなったら不思議とね。 あのー、今まで欲しかったものが急にねそんなでもないかなと思ったりとかそういうのって出てくると思うんですよね。まあ、言い流れにどんどんんんなるんですよ、えー、で貯める力っていうのがないとこの一番最初に稼ぐとかよりも先に貯める力がないとね話したのはやっぱり稼いでも失っちゃうんだと守る、まあのとこでもやるんですけどこの自分の家計っていうねところからちゃんと今の 現在の収入の中でちゃんと見直す力っていうのはすごく大事なんですよ。今後大きくお金を稼いだりとか、たくさんのお金を取り扱っていく中でもね、すごく大事な力になってくるんで、あのここをね、ちゃんとやっぱりできるようになっておいてほしいと。で、これがまあ一応貯めるってずっとやってきた貯める編のね、勉強いろいろあったと思うんですけど、あのー、一応お疲れ様でしたと。で、ここからまだまだね、始まりなんで、これから投資とかね、あのお金を増やしたりとか、稼いだりとか、 まあそういういろんな勉強をたくさんしていきたいと思うんで、えー、また次回からも一緒に勉強していきましょう。お疲れ様でした。